最初に白色塗る理由わかる方教えて。この質問とってもよくいただきます。では説明しよう。私はいつも作品の完成度を上げるために黒い線を目立たせたくないと思って塗っています。完成するとこんな感じになります。ではこの黒い線どうやって目立たせなくするのかというと、上から色を塗っていきます。ただこの黒い線の上から色が入りにくいんです。そこで白の出番です。白を塗らずにそのまま直接黒い線の上から色を塗るとこんな感じで、あんまり色が入ってる感じしませんよね。わかりますか？見えにくい。ここで白を軽く塗っていきます。軽く塗る、それがちょっとポイントなんですけど、こんな感じで黒い線の上に塗っていきます。でその上からピンクを入れていきます。するとさっきよりちょっとピンクが目立つの気持ち分かりますかね。ここだけ単体で見てるとちょっと分かりにくいんですけど、こんな感じで全体的に塗っていくと結構ピンクの色どんどん入っていってるかなっていうのが分かります。これを全体的にどんどん色を重ね塗りとかもしながら、入れていくことによって黒い線がだんだん目立たなくなっていくということです。がこう注意点としては、先ほどもちょっと言ったんですけど、軽く塗ることをこうやってグリグリっと線を消そうと思って強く塗っていってしまうと結構黒い線は白くなるんですけども、この上から色が入らなくなってきてしまいます。色をね弾いちゃうんですよね。そうすると全然色が入らなくなるのが分かりますかね。ちょっと白いところだけ浮いちゃってますね。はい、なので軽く塗るということがポイントです。こんな感じでね、顔の影を塗るときなんかも線の上から入れていってみてください。優しく少しずつグリグリっと塗らないで塗っていくのがポイントです。眉毛も白を塗った上から髪の毛と似てる色を重ね塗りしてあげることで自然で綺麗な眉毛になっていきます。ちょっとメイクと似てますよね。他にも白で黒線を消して作品を仕上げていくという使い方もあります。私のお気に入りの白はこんな感じ。ぜひ白でたくさん素敵な作品塗ってみてください。めちゃくちゃ使えます。